ジョイスティックの構造。1、スティック。2、台座。3、トリガー。4、ボタン。5、連射スイッチ。6、スロットル。7、ハットスイッチ。8、吸盤ジョイスティックは、スティックを傾けることで、方向入力が行える入力機器の総称。航空機などの機械への入力機器として利用されるほか、コンピュータへの入力機器としても使用される。 スペースインベーダーの筐体側面に設置された小さなジョイスティック。左右のみ操作可能。航空機、産業機械、コンピュータ、自動車などの入力機器として使用される。スティックを操作することによって、片手で二軸あるいはそれ以上の操作ができるのが利点である。スティックは力を緩めたり手を離すと中立位置に戻る。 上下左右あるいは前後左右に動く二軸式のスティックが多いが、一軸でもジョイスティックと呼ぶことがある。両手で一本ずつあるいはそれ以上のジョイスティックを操作することもある。クレーン、ショベルカー等の産業機械においては、複数の単純なレバーで構成される入力機器を代替するためにジョイスティックが採用されることが多い。スティックはどれだけ傾いたかを、 ある程度の分解能で入力できるものと、単に傾いた方向を入力できるものの二つが存在するが、後者は特定のジャンルのゲーム用に採用されることが多い。ゲーム用のジョイスティックは、形状、用途により、フライトスティックとアーケードコントローラー及びアナログスティックに対別される。フライトスティックとアケコンは、 やや大型の本体を基上に置くか吸盤を吸着させるなどして固定し、スティック部分を手で動かして操作する。アナログスティックは非常に小型で、スティック部分は指先だけで操作する。ジョイスティックは航空機の操縦桿を起源とした入力機器である。ジョイスティックという単語が最初に使用されたのは20世紀初頭、フランスの飛行家。 ロベール S ノーイ・コールペルトによると考えられているが、ロバート・ロレーヌ、ジェームズ・ヘンリー・ジョイス、及び、エイ・イ・ジョージらとする主張もある。電気式のジョイスティックは、アメリカ海軍調査研究所の CB ・ミリックによって発明され、1926年に特許が取得されている。ドイツでは1944年頃に、電気式の二軸ジョイスティックが開発され、 FAG203 ケール送信機に組み込まれて HS293 やフリッツ x の制御に使用された。これは母機の壁面などに設置され水平に出ているスティックを上下左右に動かして操作した。HS293 用は航空機と同様にロールピッチを操作するものだったがフリッツ x 用は単純に上下左右を指示するものだった。 アメリカでは同じく1944年頃にアゾンが開発され制御装置にジョイスティックが使用された。ただしアゾンはラダー操作による左右の制御のみ可能でピッチ方向の制御はジョイスティックではなく正確な登壇タイミングによって行われた。1960年代に航空機の無線操縦用の装置としてジョイスティックは広く使用され、 NASA のミッションでも使用されるようになる。1962年に完成したコンピューターゲームスペースウォーにて前後一軸、左右一軸の二つのレバー型スイッチを備えたジョイスティックのようなコントロールボックスが自作された。1969年に稼働したセガのエレメカミサイルではスティック状にボタンのついたジョイスティックが搭載されていた。 1977年に発売されたゲーム機あたり2600には4方向のスティックと1つのボタンを備えたジョイスティックが同梱されていた。1978年に稼働したスペースインベーダーでは最初は左右の移動に2つのボタンが使用されていたがすぐに2方向のジョイスティックになった。1980年に稼働した。 パックマンでは4方向のジョイスティックが搭載された。コンピュータゲームにおける黎明機のジョイスティックは単純にスイッチやボタンや十字キーの操作をスティックの操作に置き換えたものだった。ゲームのコントローラーとして主に使用されるためゲーム用コントローラーを意味する語としてジョイスティックが使われる場合も多くパソコンでゲーム用コントローラーを接続する部分は ジョイスティック端子と呼ばれた。ジョイスティック端子には、あたり2600で使われた、俗に言う、当たり規格や、後に、IBM が開発した、ゲームポートが用いられていたが、より手軽な USB の普及によって変わられることになった。フライトスティックの例フライトシミュレーターや、アクションゲームなどで使用される形式。レバーボタン一体型とも呼ばれる。 ただし、スティックと一体化していないボタンも持つ製品が大半である。片手全体で握り込んで端する大型のスティックと1個から10個程度のボタンを持つ。通常は右手でスティックを持ち、右手の指でスティック状のスイッチ類を操作し、左手は土台状のスイッチ類を操作する。スティックは主に操縦桿としての使用が想定されており、 左右および上下に倒すことで、X 軸、Y 軸の部屋にが入力可能。繊細な操作に向いている。ボタンは特定の動作の実行、項目の選択に用いる。追加のスイッチ類として、スロットルやハットスイッチを備えた製品も多い。なお大型機のソーダリンを模した入力機器は、フライトヨークと呼ばれ、フライトスティックやジョイスティックとは区別される。 ゲーム用途ではヘリコプターのサイクリックスティックの操作をジョイスティックで代用することが多い。上位製品にはより実際の航空機に近づくようスロットルを分離しスティックを呼びスイッチ類を備えた独立の機器として用意した製品も存在する。このような上位製品のスロットルは追加操作用のパドルコントローラーを備えたものも少なくない。 スロットルのみ個別に販売している製品も存在する。スティックをひねることにより Z 軸の入力が可能な3軸のスティックの製品も存在する。より実際の航空機に近づくよう、足で用軸を操作するペダル型の独立した入力機器も存在するが、これはジョイスティックに含まれず、実際の航空機の場合と同様にラダーペダルと呼ばれる。 スティックの傾きを検知するセンサとしては、可変抵抗器、光学式センサ、ホール効果を利用した磁気センサがある。可変抵抗器は、経年劣化や魔物により、センタリングが狂ってしまうため、調整用のノブを備えていたり、ソフトウェア側で補正できるようになっていることがある。かつては、可変抵抗式が主流だったが、接触部の魔物が問題となっており、 1995年発売のマイクロソフト製サイドワインダープレシジョンプロでは非接触式の光学式センサが採用された。その後も非接触式センサの流れは続き、2021年現在では磁気センサが主流である。アケコンの例、梅原持ちアーケードゲームなどで特にシューティングゲーム、アクションゲーム、パズルゲームなどで使用されている形式。 アーケードスティック、レバーボタン分離型とも呼ばれる。レバーにはボタンがつかないため、細長い金属のレバー軸のてっぺんに持ち手がついただけのシンプルな構造である。通常は左手でレバーを持ち、右手でボタンを操作する。日本で玉型の形状が多いのは、テンキーの方向入力をレバー操作に簡略化するための自作コントローラーの設計図を記載した雑誌があり、 それがゲーム会社に採用されその形のまま普及したためである。ゲームパッドの方向キーをレバーに置き換えた構造といえ、レバーとボタンは分離され横長の平面上に置かれる。レバーは基本的に8方向の方角が入力可能で、レバーの傾きの変異は入力できない。素早い操作に向いている。 各方向へ確実に入力するため、レバーガイドを備えたものが多い。ゲームパッドと区別するため、レバーコントローラと呼称されることもある。フライトスティックと比べて、小型のレバーであるため、指先で包むように持つ形になる。持ち方には大きく分けて、以下の5種類があるとされる。黒色で本体から突き出ている、アナログスティックが2つ見える。 入力機器というより非常に小型の部品であり、スティックは指先だけで操作する。スティックを傾けるのではなく、滑らせて操作する方式の製品も存在する。アナログスティックという名称は、コンシューマーゲームの業界で主に使われる。他の業界では、サムスティック、フィンガージョイスティック、フィンガーチップジョイスティック、指操作、ジョイスティック、あるいは単に、 ジョイスティックやスティックなどと呼ばれる。1986年に発売されたファミリーコンピュータ向けコントローラ BPS Max にはサイクロイドパッドというスライド可能なアナログスティック上の操作部があったが十字キーの操作感を向上させるためのものであり電気信号としてはアナログ入力ではなかった。1989年に発売された 各種 PC 及びメガドライブ向けのゲームパッド G-1AP にはアナログ入力が可能で親指で操作するアナログスティックといえる操作部が搭載されていたが当時はアナログスティックとは呼ばれていなかった1996年発売の任天堂 t e n 64には標準コントローラーにアナログスティックが搭載されており多くの消費者が初めてアナログスティックに触れた ただし 3D スティックと呼ばれていた。なおアナログスティックとしては、異例の光学式センサが使用されていた。プレイステーションは1997年発売モデルから、従来のコントローラにアナログスティックと振動機能を追加したデュアルショックを標準コントローラとして同梱し、このスティックは公式にアナログスティックと呼ばれた。センサとしては2021年現在まで、 可変抵抗式のセンサが主流である。ありがとうございます。